今となっては知らない人はいないレベルの有名な武将、豊臣秀吉。そんな彼が低身分の出身だったことはご存知だろうか？そんな彼の驚きの昇進ぶりを徹底解説します。皆さんこんにちは。ガウガンドです。皆さんはビッグな夢を持っていますか？持っているけど恥ずかしくて言えないよって人も多くいらっしゃるのではないでしょうか？そんな夢を掲げていたかはわかりませんが、個人的にはそれを手にした一人が、豊臣秀吉だと思います。彼は一般人から有名武将にまで成り上がった努力家です。そんな彼の努力に満ちた人生を解説していきます。今回の特典コンテンツとしてはそんな秀吉の成り上がった様子を徹底解剖しています。では本編へどうぞ。彼の出生に関しては史学的に言うといろいろな説があるので確定的なものはありません。また、実母は傲慢どころであることは判明しているのですが、父に関しては正確な資料がなく、木下八右衛門ではないかと推測されています。江戸時代初期に記された太閤租生記には現在の、名古屋市中村区にあたる尾張の国の中村で、身分の高くない兵を指す足軽だった木下八右衛門の子として、生まれたと記されていますが、未だ不明です。秀吉は自身のおとぎ衆である、大村優子に伝記伝承記を書かせています。おとぎ衆は大名や将軍の側近に仕える役職です。大村優子による秀吉の素性の説明は、本ごとに異なっています。大村は本能寺の変を記したこれ等大時期では、秀吉の出生時はもともとこんな高い身分ではなかったと、記してありますが、伝承記の中にある関白任官記では、母親である傲慢どころの父の地位は中納言とそれなりに高かったのです。また当時の天皇や高い身分の人は妻が複数いたのでいちいち生まれた。全員の子供のことは把握できませんでした。そんな子供たちを楽院と呼ぶのですが、秀吉がそれではないかとも言われています。中納言といっても実際には、萩野中納言として書かれていましたが、当時の公家に萩野中納言という人物は見当たらず、関白就任を側面援護するために自分の低い身分を隠したくて、秀吉がそのように書くよう指示したと見られているそうです。また松永帝徳が表したの運気にも、秀吉が楽院を匂わせる発言をしたと記載されていますが、これも事実とは考えにくく、高い身分と思われたいからの行動と推測されます。なので、下層階級の出身であったと考えられています。生まれた年月日について、今までは1536年にあたる、天文5年1月1日と言われていました。これは太閤巣世記などに、記録されている天文5年1月1日の説を採用していました。ですが最近になって、1537年にあたる天文6年2月6日の説が有力となりました。これは天正記や現在の岐阜県にあたる、飛騨の国の糸代神社に奉納された願文の記載を根拠とした説です。なのでこの動画では天文6年2月6日として解説させていただきます。また彼の幼名に日吉丸というのがあります。これは太閤記の記録をもとにそう考えられており、この資料の中でこの名前が、日吉大明神から名前を受けたものとされていますが、これは正確な資料ではないので、今では創作だと考えられているそうです。豊臣秀吉は天文6年2月6日に、足軽の木下八右衛門の子として尾張の国に生まれました。幼少の時の名前は木下藤吉郎でした。藤吉郎が7歳の時に父が亡くなってしまいました。その後8歳で光明寺に入りますが、すぐ飛び出してしまい、家に戻りました。母の傲慢どころは夫を亡くしてしまったので、再婚したそうです。その相手が菊網でした。ですが藤吉郎と菊網の仲は悪く、菊網からはいつも虐待を受けていたそうです。そんな生活に耐えかねた藤吉郎は亡き父の遺産の一部をもらい、15歳で家を出て行きました。その後ですが侍になるために現在の静岡県にあたる遠江の国に行ったとされていたり、針売りをしながら各地を転々していたなんて記録があります。はじめ木下藤吉郎と名乗り、遠江の国にあった頭田寺城主である松下幸綱に仕え、松下家の家臣となりました。藤吉郎はある程度目をかけられたようですが、彼は天下を取るような武将について出世しようと考えるようになったので、すぐに松下家家臣を辞めてしまったそうです。そうして次に天文23年の1554年頃から織田信長に、勝者として仕え始めました。当時の信長は2年前に織田家の当主となったばかりの状態でした。そして彼の周りには敵がたくさんいたそうです。そんなわけだったので織田家には人材が、足りないという中で彼は織田家に入りました。彼は清洲城での役職を率先して、引き受けて大きな成果を上げるなどしました。具体的には城の土木関係の業務や浄水の管理などといった仕事です。また藤吉郎は信長に気の利く行動を徹底したため、次第に織田家にとって重要な存在へとなっていきました。
1561年にあたる永禄4年8月、浅野長勝の養女である高田院と結婚しました。彼女はいろいろ呼び名があり、ねねという呼び名が有名なので、今回はねねとして解説を進めます。そんなねねとの結婚ですが、ねねの実の母からは、反対を食らってました。というのも浅野家は劣気とした武士の家系であったので、身分の高くない藤吉郎との結婚に反対したのです。ですが、ねねはその反対を押し切って藤吉郎に嫁ぎました。というのも彼らカップルは当時としては珍しい、恋愛結婚だったのです。当時は親が優位に立てるように戦略的に高い地位の人や、仲良くなりたい大名の娘と結婚させる政略結婚が主流でした。そんな中の恋愛結婚ですから母からの反対くらいじゃ、動じなかったんです。そんな彼らの結婚式は極めて質素だったそうです。永禄7年の1564年、美濃国の斎藤辰興との戦いの中で、相手方の武将に降参を促す作戦を取り成功させました。秀吉の名が現れた最初の資料は、1565年にあたる永禄8年11月2日付の、坪内俊貞に宛てた職務の承認状である、起功&状であり、木下藤吉郎秀吉として復書しています。このことは、藤吉郎が信長の有力武将の一人として、認められていたことの証明でもあります。永禄9年の1566年に須磨太一や城伝説という逸話があります。これは美濃の斎藤氏との戦いの上で有利に進めるために須磨太というところに、拠点を築こうとしたのです。ここで一つ注意なのが伝説の名前の中に城と表記されますが、皆さんが想像するような天守閣がついた城を、作ろうとしたわけではありません。話は一夜伝説に戻し、もし、ここに拠点を作られると、斎藤氏側からすると不利になってしまうため、潰しにかかってきます。そのためなかなかここに拠点を作れずに頭を悩ませていました。そんな大仕事をやり遂げたのが藤吉郎でした。彼は川の上流から木材を流して、下流でそれらを使い、城を築くという策略を取って成功させたのです。ただこれは絵本太閤記というところに書かれているもので、信憑性は低く、創作である可能性が高いとされています。ただ藤吉郎が斎藤氏との戦いで活躍した可能性は高く、この頃から書物にも彼の名前が載るようになります。また彼の活躍が認められ、この頃に八須賀正勝と前の長安らを配下に組み入れています。永禄10年の1567年の斎藤氏滅亡後、秀吉の要請により信長から与力として下につけられました。1568年にあたる永禄11年の9月、大耳作城攻略戦で活躍したことが、信長記に記されています。また同年に信長によって室町幕府第15代将軍になった。足利義昭を見届けるために上洛した際には明智光秀、丹羽長秀らと共に、京都の政務を任されました。元気元年の1570年、越前の国の朝倉義景討伐に従軍しました。順調に進行を進めていきますが、金ヶ崎付近を進軍中に盟友であった北近江の、浅井長政が裏切り、織田軍を背後から吸収しました。浅井と朝倉の挟み撃ちという絶体絶命の危機でありましたが、秀吉は池田勝政や明智光秀と共に信長を助けに行き、信長は命からがら、京に逃げることができました。このことは金ヶ崎の尻き口と呼ばれています。この頃に浅井氏、朝倉氏、本願寺などいろいろなところが、放棄し始めて織田包囲網ができてしまいました。なので秀吉は戦いで脱出した横山城の城代に任じられ、浅井氏との攻防戦に従事しました。その後も浅井と朝倉との戦いで手柄を挙げました。そんなさなか1573年の2月に将軍の足利義昭が信長を敵対視する宣言をしました。まだこの頃の信長は敵が多く、彼の味方だとしているのは危ないと感じたからです。1573年にあたる元亀4年の7月20日には、名字を木下から橋場に改めて、橋場秀吉という名になりました。橋場の由来については疑問は残っていますが、柴田勝家と丹羽長秀から一字ずつ取ったというのが定説です。元号は変わり、1573年にあたる天正元年に浅井氏が滅亡すると、浅井氏が治めていた地を長浜と改めました。また浅井との戦いで活躍した秀吉は長浜付近の旧浅井領の統治を任せられました。そして2年後の1575年に長浜城を築き、そこの城主となりました。天正2年の1574年、筑前守に任官したと推測されており、彼が信長の重臣になったというのがお分かりいただけると思います。そんな感じで順調にいっているように見えましたが、上杉、武田、毛利などと敵対し始めました。1577年にあたる天正5年の10月23日、信長に西国の毛利輝元ら、毛利氏の影響下にある山陽道と山陰道である中国地方の攻略を任されました。
かつての赤松氏配下の勢力であった赤松憲房などを従えながら播磨に向かいました。秀吉はさらに播磨の国から田島の国に攻め入り、いろんな城を攻略しました。そして以前から交流のあった黒田官兵衛から姫路城を譲り受けて、播磨を中国攻めの拠点とします。播磨において一部の勢力は秀吉に従いませんでしたが、神月城の戦いでこれを滅ぼしました。そうして西に進もうとしていた秀吉でしたが、三木城が毛利側に寝返ってしまったのです。その対応をしないといけないため、彼は三木城を取り戻すため、中国攻略は一旦中断します。またこれと同時に神月城が毛利側に攻められていたのですが、三木城の対応で精一杯だったため、見捨てるほかなかったのです。というのもこの三木城の戦いにおいては食べ物を枯渇させて降参に追い込むという、兵糧攻めを採用したのですが、三木城は頑丈だったため、取り戻すのに2年もかかってしまったそうです。そうしてなんとか三木城を取り戻した秀吉一行は山陰の方を攻めに行き、天正9年の1581年に稲葉の国の鳥取城を3000人の兵で兵糧攻めにしました。この鳥取城の兵糧攻めというのが、兵糧攻めの中でも特に残酷だったとされています。まず、鳥取城付近の米を買い占めた後で住民らを避難場所として、鳥取城に逃げるよう促したそうです。そうして鳥取城に人がいっぱいになったら兵糧攻めのスタートです。たくさんの人がいるわけですから城に蓄えてあった食料が、あっという間になくなってしまいました。そこからが地獄です。餓死する人が大量に発生し、そこら辺に転がっている死体すらを食したなんて記録があるくらいですから、こうして鳥取城を落とすことに成功しました。そうして稲葉の国を支配しました。また放棄の国、美作の国、備前の国は秀吉に逆らわない方針をとっていた地域だったため、そこの三つも秀吉の勢力下となりました。同年、岩屋城を攻略して淡路の国を支配下に置きました。天正10年の1582年には備中の国に侵攻し、4月に備中高松城を水攻めにしました。水攻めとは簡単に言えば浸水させて相手を追い込め方法です。ではどんな感じだったか見ていきましょう。高松城の近くには笹家瀬川という川が流れていました。この川のせいで攻めづらい位置にある城なのですが、秀吉はこの川を利用したのです。彼はこの川に堤防を作り、方向を失った水は川から溢れ、高松城の周りは浸水しました。そうして食料は水浸しになり、船を使わないと連絡が取れなくなりました。そうして高松城を落とすことに成功しました。ちなみにこれは余談なのですが、高松城と聞くと讃岐の国の方の高松を想像し、四国を攻めたのかと思われそうですが、これは違い、この高松は岡山市内にある地名を取って名付けられた高松なんです。話は戻し、中国攻めにおいて彼は水攻めや兵糧攻めといった。こっちは何もせず、相手を疲弊させる作戦を取っています。というのも人員がそんなに多くないため、大事な兵力を保つため殺しを、しないような方法を取っていたのです。高松城のことを聞いた毛利側は約5万もの援軍を送ったそうです。この兵の数ですが、後に秀吉が記したもので、実際は1万くらいではないかと、推測されているそうです。ただどちらにしろ3000人しかいなかった秀吉にとっては大軍だったので、5月15日に信長に援助を求めたそうです。それを受けた信長は17日に援軍として明智光秀の軍を送りました。そして信長も中国地方の戦いに参加する予定でした。なので京都にある本能寺というところに29日から泊まっていたそうです。ですがそこで歴史に残るような事件が、起こることとは信長は思ってもみなかったのです。6月2日の早朝、中国に向かったと思われていた明智光秀が、京都に戻ってきて織田信長を襲撃し、信長を自害させました。これがかの有名な本能寺の変です。秀吉がこのことを知ったのは翌日の6月3日の夜だとされています。この知った経緯も諸説ありますが、有名なのに明智が内通していた毛利側にこの事件のことを知らせる手紙を送るため、使者を出向かせたところ、その使者が橋場側に捕まってしまい、このことがバレたというのがあります。そうして翌日には毛利側と和睦を結ぶことになりました。敵対関係なのにこんなあっさり和睦できるのが意外ですよね。というのも毛利にも余裕はなかったのです。織田勢力は畿内だけと思われそうですが、実は九州にもいるのです。しかも毛利はそことも対立していました。なので毛利側としても対立関係を減らせるなら減らしたい状況にあったのです。なので割とあっさり和睦ができたわけです。しかも、有利と感じた秀吉は和睦の条件に高松城主の清水宗春の切腹を条件にしたそうです。そうして備中から京都に軍を返しました。途中の大阪では本来中国攻めに行くはずだった丹羽長秀の軍などと合流し、橋場軍に加えました。一方の明智光秀ですが、信長の反落者であることから周りが、全然仲間になってくれず、兵の数は1万6000人くらいだったそうです。
それに対して秀吉側は約4万人くらいだったそうです。そうして6月13日に羽柴軍と明智軍は京都の山崎で戦いました。兵の数が大差だったため、秀吉は勝利し、逃げた光秀は落ち武者狩りによって殺されてしまいました。その後、光秀の残党も容赦なく征伐し、京都の支配権を握りました。秀吉の信長殺害に対する怒りがどれだけのものだったかがわかりますよね。6月27日、清洲城で織田家の重臣らを集めて信長の後継者問題や明智光秀の、領地の取り分を決める清洲会議が開かれました。まずは領地ですが、その配分として織田信勝が尾張国、織田信孝が美濃国、丹羽長秀は近江国の滋賀軍と高島軍15万石、池田恒興は摂津の国の尼崎と大阪15万石が与えられ、勝家も秀吉の領地であった長浜12万石が与えられました。秀吉自身は、播磨の国と田島の国に明智光秀の丘陵であった丹波の国や山城の国と川内の国を増領し、28万石が与えられました。これにより、秀吉は勝家に対して領地的に有利になりました。そうして秀吉は山崎に法事城を築城し、山崎と丹波の国で検地を実施しました。一方の後継者についてですが、後継者になるはずの、信忠までもが本能寺の変で亡くなってしまっているため、話し合いが起こりました。秀吉は信長の孫の三法師を推し、勝家がそれに反対しましたが、他の重臣たちも秀吉の案を推しました。というのも明智光秀を打って信頼が上がっているからだと考えられます。そうして、後継者は割とすんなり決まったわけなんですが、問題はここからで、三法師はその当時まだ3歳でした。なので当然当主としての仕事がまだできなかったので、その代わりを誰かにするか問題が発生しました。そこで信長の次男の信勝と三男の信孝が対立してしまいました。この二人のどっちかにすると収拾がつかないと感じたため、羽柴秀吉、柴田勝家、池田恒興、丹羽長秀の4人で当主を管理することに決めました。ただこれに満足をしない者がいました。それが三男の織田信孝です。三法師は安土城で預かる予定だったのですが、彼は自分の城である岐阜城に持って行き、当主のような振る舞いをしだしたため、次第に秀吉と対立することとなります。またこれをチャンスだと感じる者がいました。それが柴田勝家です。彼は秀吉が織田家の諸大名たちと親しい関係を結んで主導権を握っていることに不満を感じていたのです。こうして勝家と秀吉も対立構造となりました。そして、同年10月に勝家は織田信孝と共に秀吉に対して織田家の重臣を剥奪させるような行動に出ました。10月15日、秀吉は信長の葬儀を行いました。10月28日、秀吉と丹羽長秀、池田恒興は三法師が成人するまでの間、信勝を織田家当主として主従関係を結びました。そうして勝家らへの反撃の準備を整えました。そしてチャンスが訪れます。12月、三法師を安土に戻さないことを大義名分にして挙兵しました。というのも勝家は越前の国にいました。そこは今にあたる福井ら辺です。そして12月なのも相まって雪が降っており、動きが取れないことをチャンスと捉えたのです。そうしてまず信孝の周りの家老たちを降伏させ、信孝を孤立させた後で降伏させました。これにより三法師を取り戻し、信孝は実の母と彼の娘を人質として取られてしまいました。それでも秀吉が決めた信勝を当主とする体制に不満を持っていたので、再び争いに発展しました。それが賤ヶ岳の戦いになります。これに信孝も参加したため、彼の人質は処刑されました。戦いとしては序盤は柴田側が有利だったのですが、前田利家らが戦線離脱したことにより、戦況は変わってしまい、柴田側は負けてしまいました。これによって柴田勝家と織田信孝は自害に追い込まれました。こうして織田家の実力者たちを倒したことにより、秀吉は家臣一の地位を築きました。表面上では三法師が権力を握っているように見せてますが、実質的には秀吉が権力を握っていました。天正11年の1583年、大阪本願寺の跡地に大阪城を築きました。この城は記録残るぐらい豪華だったそうで、それくらい織田家の中で、地位が高かったことを表していますよね。天正12年の1584年、織田信勝は秀吉から年賀の礼に来るように、命令されたことをきっかけに秀吉に反発し、対立するようになります。というのも織田家内の地位が高いはずの、信勝は調子に乗っている秀吉に腹を立てていたのです。ただ信勝の重臣の中には秀吉と、対立することを止める人もいたそうですが、信勝からしたらうざくて仕方なかったのです。そうして信勝は家康と話し合った結果、その重臣らを処刑することに決めました。突然家康の名前が登場したことに驚いた方もいらっしゃると思いますが、秀吉は東国のことにも関与し始めており、家康は東国を支配していたため、
秀吉に対して不満を抱いていました。家康の詳しいことはこちらの動画で解説していますので、気になる人はこちらもご覧ください。3月6日に内通と罪を着せ、彼らを処刑しました。このことは秀吉に宣戦布告するのと同義で、こうして彼らは、本格的に対立しだしたのです。こうして小牧長久手の戦いに発展しました。この戦いにおいて家康は信雄のサポート役として出陣しました。そしてこの戦いで羽柴と徳川はいがみ合うこととなります。羽柴が約10万、徳川が約3万と圧倒的に羽柴側が、有利な状況だったのですが、そんな大差があっても攻めづらい状況を作りました。さすが、後の天下人となる人なのでレベルが違いますよね。そんな中でも秀吉は曲解を出していきました。例えば池田恒興らによって奇襲を仕掛けたり、信雄がいる伊勢の国を攻めたりしました。前者に関しては家康に察知されてしまい、池田恒興含む奇襲軍団は戦死してしまいました。一方後者はじわじわ攻略していきました。これが効果終わりで、これに焦った信雄が秀吉に、講和を申し込みました。なので家康はサポートする必要がなくなったので戦いをやめました。こうして秀吉は本当に織田家のトップに立ったことによって天下人となりました。また、この天下人パワーは凄まじく、今まで反秀吉はとして活動していた。武将たちが一気に味方となり、ほとんどの地域を支配するようになりました。1584年にあたる天正12年の11月21日、秀吉は兼大納言に任命され、これによって最高行政機関の大上官の最高幹部となりました。そして翌年の3月10日にはトップ3の官職の内大臣に任命されました。彼の戦いはやまず今度は四国を取ろうと四国攻めを開始しました。そんな戦いをやっている最中朝廷ではいざこざが起こっていました。というのも二条秋真と近衛慎介との間で関白争いが起こっていたのです。秀吉はそれに介入し、自分が関白になることで、この問題を解決するようにしました。まあ実際は秀吉が関白が欲しかったのは言うまでもありませんが、ですがこれでは不満を持たれてしまうため、近衛側に取り入り、自分の後に関白にさせるという条件をつけて無理やり関白の座を手に入れました。と、言いたいのですがここでも問題がありました。関白は天皇に次ぐ最高の位であるので高い身分出身じゃないと、なれない決まりになっていました。それを解決すべく近衛家に養子入り、無理やり高貴な家出身という風にでっち上げて、7月11日に関白になったのです。また1586年にあたる天正14年の9月9日に朝廷から豊臣の名前を授かりました。そして、再び養子に入って同行するのは面倒なので豊臣という姓を高貴な名前としました。こうして完全な地位を築き上げた秀吉に見えましたが、彼に歯向かう武将がまだいました。その一人が越中の国の佐々成政でした。なので天正13年8月に成政に対して秀吉は富山の駅と呼ばれる征伐を開始しました。ですがほとんど戦わず、成政が降参したため、こちらはこれで終わりました。そしてもう一人秀吉に歯向かう存在がありました。それが徳川家康です。富山の駅の時に秀吉に追加で人質を要求されたそうですが、家康がそれを断ったことから始まっています。そうして家康を討伐しようと考えていた矢先のことでした。天正13年11月29日に天正地震と呼ばれる大型の地震が畿内を襲ったのです。正確には11月27日にマグニチュード6台後半の地震が起こり、11月29日にはマグニチュード8くらいの大きな揺れが発生しました。これによって征伐どころではなくなってしまったため、家康とは融和政策に切り替えることにしました。要は戦争ではなく、話し合いで解決を試みたのです。そのため秀吉の妹の朝日姫を家康に嫁がせました。また家康が上洛の条件として秀吉の母を万所を人質として送りました。そして家康は上洛して秀吉への心中を誓いました。ですが、軍事的な服属には失敗してしまい、不完全な主従関係に止まりました。なので家康と北条氏の婚姻同盟関係は継続しました。なので北条氏を征伐することはできないため、東国支配は一旦見送ることにしました。そして次に目をつけたのが九州だったというわけです。当時の九州は大友氏と島津氏が戦っていたのですが、島津側が優勢でした。危機感を感じた大友総理は大阪まで来て秀吉に助けを求めました。なので秀吉は朝廷を使って停戦命令を発令しました。ですが島津からしたらもうすぐ九州支配ができそうなところまで来ていたため、言うことを聞きませんでした。それに怒った秀吉は島津の征伐を決めたのです。そして天正14年12月に総理の増援として軍を送り、島津家久と戦いましたが、負けてしまいました。やはり九州でトップを争うだけあって強いですよね。これを受けて秀吉は大軍を用意し最終的には15万もの兵で殲滅にかかりました。相手の島津側は約3万5千人ほどであったので圧倒的な差ですよね。
なので巻き返すことができず、島津川はほとんど死んでしまい圧勝でした。こうして九州も支配下に置きました。そうしてゆっくりできたのもつかの間、ある元僧侶から長崎で強引なキリスト教への改宗や、神社仏閣の破壊、日本人を奴隷にしているという噂が流れてきました。詳しくはこちらの動画で解説していますので、気になる人はこちらの動画も合わせてご覧ください。そうしてキリスト教に対する不信感が、溜まった秀吉は天正15年の1587年にバテレン追放令を出しました。このバテレンとは宣教師のことです。要は元教となっているキリスト教宣教師を追い出そうとしたのです。しかしこれはあまり効果がありませんでした。というのも曖昧な感じでこの法令を発動したため、内に等しかったのです。例えばこの法令では人身売買を禁止しましたが、その後も平気で日本人を奴隷するなどの人身売買は行われていました。何せ、発令した秀吉自身がこれを守っていないのですから、示しがつかないですよね。彼はポルトガルとの貿易がなくなることを恐れていたので、貿易をたくさんしていましたし、それのためにポルトガル人を重役として扱っていました。また彼はポルトガルの服を着たり、宣教師を支援したり、最終的には1590年代にはキリスト教を復権するようなことまでしています。まあこんな感じで海外に対する規制はゆるゆるでした。一方、武将や国内に対する統制はガチガチで、1588年にあたる天正16年4月14日に、徳川家康や織田信雄など有力大名に自身への忠誠を誓わせました。また、同年7月には毛利輝元が上洛し、完全に侵入し、北条氏も侵入しました。さらに、刀狩り令や海賊停止令を全国的に実施し、また総武事令も発令しました。この総武事令こそ彼が天下を治めた象徴となるもので、これは死闘を禁じた法令です。つまり、戦いができないのでこの先下克上による逆転を阻止し、秀吉のトップの座を固めるためにやったのでした。こうして秀吉は完全に日本を支配していました。またこの頃から橋場や豊臣の姓を侵入した大名たちに与えることを重要視し、豊臣政権を固めていきました。なので豊臣政権は小田原征伐後にできたと考えがちですが、実はその前から基盤はできており、小田原征伐後にその範囲が広がったに過ぎません。1589年にあたる天正17年5月に豊臣秀吉は日本初の遊郭とされることもある、京都の柳原遊郭を開きました。また側室の淀殿との間に鶴松が生まれ、後継者に指名しました。ねねとは離婚したの?と思われるかもしれませんが、この時代は男が複数の人と結婚するのが当たり前で、しかも偉い地位を持っていれば複数じゃない方が少ないくらいでした。そうして後継者が決まり一安心したのもつかの間、またトラブルが起こります。それは北条氏と真田氏との間に起こりました。彼らは沼田城をめぐって争っていました。なので秀吉が仲介に入り、北条側に3分の2、真田側に3分の1の、領土を分けることで解決したかのように見えたのですが、真田正幸の家臣が守る目くるみ四郎後北条氏の家臣が脱死したことを、きっかけとして、秀吉は天正18年の1590年に、20万の大軍で関東へ遠征し、後北条氏の市場を次々と攻略していき、ついに後北条氏の本拠地である小田原城を包囲して、使者を使い北条氏を降伏させました。そして北条氏政と北条氏輝は切腹させられました。そうして北条の土地が余ったのでこれを徳川家康に支配させました。天正18年の1590年、陸奥出羽の民衆たちは豊臣政権の仕置きに反発して一揆を起こしました。このうち出羽の一揆は同年中に鎮圧されましたが、陸奥の一揆は翌年の天正19年にあたる1591年になっても続いていました。そのため豊臣秀吉は同年6月、秀吉の甥の豊臣秀次を総大将とする。総勢6万の大軍を大いに派遣し鎮圧に当たらせ、3日で完了し、東北支配が完了して完全な天下統一を果たしました。下級階級から生まれ、信じられないペースで上に登っていき、ついには全国を支配しました。そんな彼の思いは天にも昇る思いだったでしょう。ですがここが彼にとっての最絶頂だったとはこの頃の彼には知る由がなかったでしょう。天正19年の1591年、弟の豊臣秀長、後継者に指名していた鶴松が、相次いで病死しました。そのため、秀次を家督相続の養子として関白職を譲り、代行になりましたが、秀吉が実権を握っているのは相変わらずです。また一説によると弟の秀長の座をめぐって家臣たちが争っており、その中に秀長の後ろ盾を受けていた、千利休が邪魔に感じるようになりました。千利休は秀吉の相談役でもあったので秀吉の精神的な支えでもあったのです。そんな千利休にあることないことを秀吉に吹き込んだせいで千利休が、切腹に追い込まれることになります。これによって秀吉はよからぬ方向に向かうことになります。
日本全国を支配した次は中国征服を目標にします。これをした原因は様々あるのですが、いくつか紹介します。一つ目は功名心です。海外征服という手柄が欲しかったのでしょうか？普通なら日本統一だけでも疲れそうなものですよね。ですが戦国大名なだけあって日本だけじゃ飽き足らなかったのかもしれませんね。二つ目は領土分配のためです。もう日本を征服してしまったため、日本にはもう新しい領地はなかったので海外の土地を分配しようとしていました。個人的には仕事できない人の土地をさらに細分割化して、分配すればと思ってしまいましたが、そうなると不満から変に結託してしまい面倒ごとになったりするとか、考えたのかもしれませんね。最後三つ目はスペインやポルトガルに対抗するためです。当時この二国は海外を征服し、植民地を多く作っていました。もちろんそうなったら悲惨です。一生彼らの奴隷なのですから、それだけは防ぎたいと強さをアピールするために、やったのではと考えられています。そういうわけの中国征服ですが、途中の通り道に挑戦があります。なので協力を依頼したのですが、断られてしまったのでまずは挑戦を倒すこととなります。なので同年8月、秀吉は現在の佐賀県にあたる肥前の国に、出兵拠点となる名古屋城を築き始めます。そして翌年の文禄元年3月、当時の中国は明という呼び名だったのですが、その明の征服と朝鮮の服属を目指して16万の軍勢を朝鮮に出兵させました。初期は日本軍が朝鮮軍を撃破し順調だったのですが、明の援軍が到着したことによって戦況は変わり膠着状態となりました。なので翌年の文禄2年の1593年に明との間に講和交渉が開始されました。そんな中同年8月3日に側室の淀殿が秀頼を産みました。実はこれが問題の始まりでもありました。というのもさっき甥の秀次に関白の座を譲りましたが、それは秀吉の息子が生まれる確率が絶望状態だったからです。それもそのはず、鶴松が亡くなった時彼は、もう55歳だったからです。そんな中、秀頼が生まれました。なので、当然は彼は自分の息子を関白にしたいのです。ですが彼の中で秀次の関白の座を剥奪させる気はなく、秀次の娘と秀頼を結婚させることで秀次の息子となり、関白にしようと秀吉は考え、それを人を経由して秀次にも伝わりました。ですが、秀頼誕生に焦った秀次は関白の座を追われるんじゃないかと、不安感で憔悴してしまい、次第に情緒不安定となりました。文禄4年6月、秀次に謀反の疑いが持ち上がりました。この理由としては本来は彼の横暴な性格が理由とされていました。彼は摂政関白と呼ばれ、辻斬りをしたり、自分で罪人の首をはねて快楽を得たり、これはかなりグロいのですが、妊婦の腹をさばいて中の子を、取り出し楽しんでいたという狂気じみた人物として描かれています。なので、こんな奴は生かしちゃおけないということで処刑したとなっていましたが、今ではこの可能性は低いと考えられています。というのもさっき説明した彼の行いは嘘だったり、誇張している部分があると今では考えられているからです。秀次を裁いた以上は正当性を持たせるために捜索したと考えられています。本当の原因としては同じ6月に病に伏している天皇の主治医を自分のもとに、呼び寄せたのが原因ではないかとされています。日本でトップの地位の天皇を下手したら殺すような行為なので謀反になっても、おかしくないような原因ではあります。高野山の寺で謹慎処分を喰らい、7月15日に切腹命令が下ったため、当日彼は切腹をして命を落としました。またこの命令ですがこれが書かれている資料が太閤記というものなのですが、これは江戸時代に書かれたものなので信憑性は低く、本当は秀次が自らの無実を証明するためにやったのではとされているそうです。ただ切腹してしまった以上何かの罪にしないといけなかったため、謀反にしたのではとされています。なので持ち上げられたと解説しましたが、実際にはでっち上げたという方が、適切ではないかと思います。また謀反になると切腹のような優しいものではなく、貼り付けや斬首といったもっと重い処罰になるため、普通の謀反ではないことがわかります。また謀反にした以上はその罪人の親族も処罰しなければならなかったため、秀次の親族40人くらいが処刑されました。後に豊臣家は滅ぶこととなるのですが、これによる影響はとても大きかったのです。これがさっき説明にも出てきた、千利休がいなくなった一番の弊害だと自分は思いました。そういった相談役がいれば、これやったら豊臣家が危ないということになって防げていた可能性があったからです。これを独断がこれほど怖いものだということを教えてくれる教訓だと思いました。また豊臣家の不幸はまだ続き、翌年の1596年にあたる文禄5年7月13日に慶長伏見地震が発生し、京都の伏見全域に大きな被害をもたらしました。秀吉関連で言えばこの地震によって方広寺大仏と伏見城に被害がありました。
これの逸話として壊れた大仏に対して秀吉は怒り、大仏の眉に向かって矢を打ったというのがあります。当時はまだ神が多くの人に信じられている時代なので、この行為は良くないことなのですが、不幸続きで彼の精神は少しおかしくなっていたのではないかと自分は考えてしまいました。また同年10月に土佐の国でサンフェリペ号事件が起きました。このことはこちらの動画で詳しく解説しているので軽く説明しますが、スペイン船が座礁してしまい、修理の関係で現地の人とトラブルになってしまい、気が強くなった乗組員の一人が日本を征服すると発言してしまい、このことに秀吉が怒ったという事件になります。これにより12月8日に秀吉は再び禁教令を交付しました。またこれも1596年の話なのですが、明との間の講和交渉が決裂したため、秀吉はまた朝鮮を攻めることにしました。そして翌年の慶長2年の1597年、小早川秀秋をリーダーとして、14万人の軍を朝鮮へ再度出兵させました。1598年にあたる慶長3年の3月15日に醍醐寺の庭園にて秀頼などで、花見を行いましたが、その後から秀吉の体調は悪化していきます。5月からは病に伏せるようになり、日を追うごとにその病状は悪化していきました。5月15日には諸国の有力大名を集めた五大老と、豊臣家の有力者を集めた五奉行の一部に宛て遺言書を書きました。その中には遺体を焼かずに埋葬することだったり、秀吉のことを神として崇めるようにすることなどが書かれていたそうです。また7月4日に秀吉は自分が住んでいる伏見城に徳川家康ら諸大名を呼び寄せて、家康に対して秀頼の後見人になるようにと依頼しました。また五奉行は政治面の運営、五大老は秀頼のサポートを任せました。そうして最低限豊臣政権が保たれるような体制を整え、8月18日、秀吉はその生涯を終えました。享年62歳でした。死因は定かではありませんが、何かの病の可能性が高いとされています。またこれは可能性としては低そうなのですが、明の使者による毒殺説なんかもあるそうです。こうして秀吉は亡くなってしまいましたが、公表されたのは亡くなった年の冬頃だったとされています。というのもまだ朝鮮出兵真っ最中だったので、これが派遣兵が知ったら動揺するのではということかららしいです。ちなみに機内ら辺ではこのことがすぐに広まったのではとされているそうです。まあこんなビッグな不法ですから、広まっていてもおかしくはありませんよね。また彼の死後、すぐに朝鮮出兵の兵を帰国させたそうです。そうして朝鮮出兵も終えることとなりました。天下を治め、天下人となれた豊臣秀吉ですが、彼には色々と不利な点がありました。一番大きいのは出身の家柄でしょうか。武将となる人の多くは有名な武将の一族だったり、それらとコネクションを持っていたりしました。ですが解説にもあった通り彼にはそれらがありませんでした。また不利要素としては影響が大きくはないと思いますが、彼は背が低く、それに彼の顔はあまりよろしくなく、言葉を選ばずに言うなら不細工だったというところでしょうか。まず身長ですが、正確には分かってはいませんがおそらく、154センチ前後くらいだったと推定されているそうです。これは甲冑を元にして算出された数値だそうです。中には140センチという説がありますが、それは昔にあった説らしく、今では154センチ前後が有力視されています。で、この頃の平均身長ですが、157センチくらいではないかと、推測されているそうです。なんだ、全然小さくないじゃんと思われるかもしれませんが、武将の平均身長はもう少し高かったとされています。というのも庶民と比べて職に恵まれているからです。なので平均身長からするとそこまで小さいわけではありませんが、武将の中だと小さい方でした。また秀吉の周りに長身の人が多かったのも彼が小さいとされる。原因となり、例えば仕えていた織田信長は185センチ、相談役だった。千利休は180センチあったとされています。また顔についてはいくつか資料が残っています。最初に紹介するのはポルトガルの宣教師のルイス・フロイスによって書かれた、日本史の中の記述です。これによると秀吉は背が低く、醜悪な容貌を持っており、目は飛び出している。またシナ人のようにヒゲが少ないそうです。ちなみにシナ人とは中国の一部の地域の故障のシナに住んでいる漢民族のことを指します。このフロイスの記述ですが、当時秀吉が行っていたバテレン追放令による怒りによって書かれた部分もありますので、多少信用が欠ける部分もあります。なので、他のも紹介します。次に紹介するのは彼が猿呼ばわりされていたことです。最初に仕えた松下胡列那、毛利家家臣の玉木義康、秀吉に謁見した朝鮮使節などが証言しています。太閤寿世紀にも幼名を猿として記述されている部分があります。また普段からそう呼ばれていたかはわかりませんが信長が彼の妻に宛てた、手紙の中でも秀吉のことをハゲネズミと書かれています。こんな感じで見た目と出身がよろしくなかった彼ですが、
そんな彼がなぜ天下を取れたか見ていきましょう。まず彼の成功の要因として挙げられるのは人の心をつかむのが、うまかったことが挙げられます。例えば有名な話ですが、冬に信長が白草履を温めて、信長を大いに喜ばせるといった行動です。それによって信長に気に入られたり、後に出てくる弟の秀長が、反抗しないようにするなど人に気に入られるのが上手でした。他にも賤ヶ岳の戦いでは酷暑で苦しむ負傷者、仲間問わずに近くの民家から買ってきた傘を渡したと言います。また彼は鶴を可愛がっていたのですが、飼育係の不注意によって鶴が逃げてしまった際には、日本全土がわしの庭だと言って許したそうです。ただところどころ心が狭いところもあったそうですけどね。また本編でも少し登場した弟の秀長がいるのですが、彼が大変優秀でした。その代表として挙げられるのが兄の秀吉に反抗しなかったことが挙げられます。この時代兄弟同士で権力を求めて争うことも珍しくありませんでした。実際織田家では信長と弟の信勝が争っていたりもします。そして一番大きい要因と個人的に思っているのはやはり時代だと思います。それまでの時代は出身の家柄でほとんどが決まってしまうため逆転が、かなり厳しかったり、不可能なことも珍しくありませんでした。それが戦国時代に入って家柄の秩序が乱れてしまったため、普通階級からでも上に登れるチャンスができたのです。そのチャンスを掴んだのが豊臣秀吉だと思います。戦国時代が秩序が乱れ、変化していた時代ですが、我々が生きている現代でも同じく変化が多い時代です。例えば大手企業が安全ではなくなっていったり、今皆さんがご視聴くださっている、YouTube などのネットプラットフォームによって、今まで一般人として暮らしていた人が有名人になっていったりと、僕は現代は有名人下克上が起きているように感じます。昔はテレビに出るまで行かないといけなかったのが簡単と言ったら失礼ですが、テレビに比べたら気軽に始められて有名人になれるようになりました。なので現代は令和ではなく、ネット戦国時代が名前としてふさわしいのではないかと感じました。これについてはいろいろ意見があると思うので皆さんの意見もコメント欄でお待ちしております。というわけで解説は以上となります。いかがだったでしょうか？豊臣秀吉の周りにはいろいろなチャンスがあったのも確かですが、それをつかみ取るために努力したことが成功の秘訣だと感じました。僕含め、皆さんの周りにもいろいろとチャンスは転がっていると思います。そのチャンスの数は人によって違うので不公平だと僕も思いますが、それをつかむために努力するかはその人次第だと思いました。僕もこの歴史動画で天下を取るため日々精進してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。